天神崎よりおはようございます。ココモの諸越です。先ほどに引き続き調子に乗ってライブでアップしています。こっちの映像よりさ反転させるとこっちの映像の方が海らしくていい感じではないでしょうか。天神崎来られたことがある方には懐かしい、初めての方にはなんじゃそれ。あ、ちょっと滑りました。はい、天神崎ビーチ千畳敷です。広い広い千畳敷で、今潮が満ちてますので、海ばかり映ってるかもしれませんが、潮が引くと今海に見えてるところに陸地が広がっているのが見える、とっても干満の差で景色が変わる素敵なところです。え、どこっていうコメントが入りました。壁ちゃんありがとうございます。よいしょ。南紀、和歌山南紀、田辺のメラっていうところです。メラ、目、鼻、口の目によしと書いてメラの天神崎です。いい説明になってないでしょうかね。壁ちゃん OK ですか。すごい、誰々が見てるっていうのがここで出てくるんですね。いいねボタンもありがとうございます。沖の方では釣りをしてる人がいるんですが、おっとっと、また滑った。拡大できるのかな。拡大、あ、できた、すげえ。拡大すると、どこだ？釣り人、あ、いた！こんなところで、こんなところで釣りをしてます。大丈夫なんでしょうか？ズームするとぶれます。ちょっと風が吹いてます。はい、しかし、いいお天気です。いいお天気です。海をぐるっと回すと、海らしく、はい、小さな島のようなところに灯台があります。反対側でも釣りをしている人がいます。結構観光地として有名で、観光バスも訪れるぐらいの、観光バスでね、たくさんの人が訪れるぐらいの、すごい景色の綺麗なところです。ピントがボケちゃいましたが、ピントがボケちゃいました。台を映すと今は昼間ですけどもね、夕日が海の中に落ちる時がとってもいい感じに、いい感じの、ところです。では今から準備してこの海の中に入っていきたいと思います。それでは。